演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はチャンネル登録よろしくお願いします。いや、ファミリーマートのお母さん食堂を皆様で食べたい半熟というようなお店なんですけど、半熟ってことはなかったらちょっと気をつけないと怖いですね。前にローソンのゆで卵を食べたことあるんですよ。あ、だ、うん、ダメだ、出しそうになる。もうこのままいただきます。ではいただきます。ほんのり塩気が効いていて、後から豆が追いかけてくるような感じで、口の中にパッと広がる黄身の食感もあって美味しかったです。確かに、ほとんどの卵と間にさ、本当にほとんどのがありました。普段食べてる卵がまた違った美味しさがあって、とっても良かったので、こちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画を見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。